はい、こんにちは。今回はね、これは昭和の今から非常に貴重なやつなんですが、空港セットにあった、トミカでして、でそれが空港の、時に、まあ、活躍する、まあ、空港を送迎する車ですね。まあ、通称これオバキューバスって呼ばれてね、あの当時のねアニメとかでね有名だったオバキューがあるんですが、まあ、そのオバキューバスというやつですね。まだあの頃の昭和の時代のねアニメっていうのは、子供が見るものだっていう風なイメージが強かったので、まあ保育園児ぐらいから小学生ぐらいの子が見るものっていうイメージがすごく強かったんですね。だから今見るアニメっていうのはその大人向けのアニメなんかもね入ってきてるし、まあもちろん子供向けのアニメもあるんだけど、それは昔の子供向けってして片付けるんじゃなくて、まあ大人がの視点から見ても楽しめるような内容になってますよね。まあ昔からそういう風に視点にはなってるんだけど、まあその見てる対象の人が主に子供っていうのが対象だった。ところが時代が変わってきて大人も見るようになってきたっていう感じですね。だからかつてこうオバキューっていうのがあって、でそれを見てた世代の人も今ではもうおじさんおばさん、もう下手したらもう孫がいるおじいさんおばあさんのもう年になりましたね。まあそうするといかにこのバスが、何にそのオバキューに顔が似てたんでオバキューバスって言われたんだけど、いかにまあこのバスが年月を経ってるかってことですね。でもここに塗装の剥がれとかが出てるんで、もうかなりだいぶ年月がもう経ってると、走行距離がかなりいってるってことですね。で、これは空港を主に送迎するのに、まあ、使われている車ということで、まあなかなかいい感じに仕上がってるのではないかなと思います。このオレンジの色がまた気に入っていてね、いい色をしてるなと思うんです。でオレンジってのは遠くから見ても分かりやすいのでね、そういった点が買われているのではないかなというふうに思いますね。というわけでどうもありがとうございました。